はい、どうもこんにちは、つりこです。おつちるです。私が楽しければあなたも楽しい。今日もトリクル動画頑張っていきたいと思います。はい、トレジャーマップをやってまいりましたので、周回パーティーをねご覧いただきたいと思います。まずは乱入戦ですね。サボでございますが、今回はね、ハロウィン仕様でね、本当にね、エースもいますので楽しく周回しております。はい、ではまずこちらに行ってみましょう。はい、私はこのようなパーティーで行っております。はい、では行きましょう。はい、それでは行きたいと思います。そうですね、まだ結構序盤なので、このパーティーですね、みんなポイント高いキャラを割と詰めてね、組んでみました。でここで封じがあるのでハンコックですね。私はハンコックがね無料ガチャの時に当たりましたので、ね、よかったよかったです。でここでスロットなくなっちゃうのでロビン打って、これでスロットを出します。はい、でここで必殺ターンが、ちょっと戻っちゃうので、はい、ナビを打ちまして、はい、これでちょっと必殺技のね打つ順番とかはちょっと、おかしいかもしれません。ご了承ください。はい、これでいきます。うん、いいですね。まだまだ余裕がありますね。ロー欲しいな、ハロウィンロー。めっちゃ強いですよね。かっこいいし強いっていうね。はい、乱入戦のサボはこのようなパーティーです。では次の、パーティーに行きましょう。はい、続きましてレイジュですね。水属性のレイジュはこのようなパーティーです。私の方が、心属性との日で、フレンドさんに、スイート3小生お借りしていってみたいと思います。もうここはね、ルフィで、これで終わりですね。まだ飛びます。そのうちね、レベルが上がると飛ばなくなるかなと思うんですが、はい。楽々ですね。はい。レイジュの地属性は、このようなパティです。なので、ルフィから下は本当に、ポイントが高いキャラをね、連れてきました。はい。では、次のパーティーに行ってみましょう。はい、続きまして、エースでございます。はい、いつもね、エースの時は、ニヤニヤしながら紹介しております。はい、で、しびれがね、来てますので、ペローナ、なんだっけ、モリア?モリア&ペローナで退場して、で、これで大丈夫かな?韓国だったかな?これでね、防御が、ね、減ってるので大丈夫だと思うんですがね。これでいけるかな?これでいきます。うん、あ、余裕ですね。はい。エースのところはこのようになっております。はい。はい。大丈夫かな。私の船長が、ナミ&サンジで、フレンドさんに、サンジ&ルフィややこしいなんか、をお借りして、行ってみました。はい。では次のパーティーに行きましょう。はい。続きまして、心属性のルフィですね。ここは、私の船長がクロコダイルで、フレンドさんに、ヒョンコをお借りして、やってまいりました。
で、ミホークがしびれをね、今解除してくれたので、いいかなと思います。で、ロビンかな？あ、違う。違う。クロコダイルだ。で、しびれと攻撃力ダウンを解除して、ミホーク。スロットが、スロット運がよろしくないけど大丈夫ですね。あ、余裕でした。はい。心属性のルフィはこのような感じになっております。はい。では次に行きましょう。はい。続きまして、カタクリですね。地属性のカタクリはこのような感じです。タフの船長が、まあ、おすすめでね、あったと思うんですけども、ジンベイでフレンドさんに、ジェルマですね。お借りしていってみたいと思います。まずはジンベイで、必殺技のね、封じを解除して、でドレイクでスロットを、これで大丈夫かなだった気がします。はい、まあ目隠しですけどね、余裕でクリアできましたね。地属性のカタクリはこのような感じです。次がラストですね。ラスト行ってみましょう。はい、ラストはプリンですね。もうこのプリンがめちゃめちゃ可愛い。顔めっちゃ可愛いですね。はい、行ってみたいと思います。で、私の船長が白ひげですね。で、ちょっとね、一旦、ちょっと間に合わないので、一旦貯めます。で、フレンドさんに、やはりね、ハロウィンローをお借りして、行ってみたいと。あー、お肉取っちゃった。はい。で、ここで攻撃力ダウンがありますので、ちょっとウィーブルがね、必殺技が足りないので、ここでさっき一回貯めました。で解除して、紫よし。ここね、ない時あるんですよね。もうなんか運次第っていうのが、ちょっとこれどうしてるんですかね、皆さんに。あ、はい。あれ？まあいいか。はい。ここでプリンでーす。めっちゃかわいい。はい。で、ここで、ロビン。で、ちょっとね、2ターン残るんですけどね。解除して、で、おキックで、防御をなくなります。で、ハンコックで、軽減を、が、なくなります。はい。はい。これで、いきまーす。え？あれ？大丈夫かな？多分これで、ロー、あ、そっか、ローダメか。かっこ悪いね。あ、いけると思ったんですけどね。あ、ダメだった。だからね、今最後のパーティーが、なんかこれでいいのかなと思いながら周回してますね。ちょっと、ちょっと考えます。はい。ということで、ね、周回パーティーはこのような、感じになっております。はい。はい。というわけで、トレジャーマップ、プリンの周回パーティーでございました。ちょっとね、まだ周回レベルが9なのでね、まだまだなんですがね、このようなパーティーで周回しようかなと思っております。はい。まあね、今回も、マイペースで、行きたいと思います。はい。途中でね、スニーも会えますのでね、楽しんで、周回しております。はい。皆さんも、楽
楽しんでね、紹介していただけたらなと思います。はい、というわけでした。今日はこれで終わりにしたいと思います。チャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。